豊田産業技術記念館に行ってきました。この動画では全国の旅先の歴史、伝統、文化、情報、知識を発信していきます。チャンネル登録、通知をオンにしてご覧ください。
歴代の車両が並ぶ1階の大フロアは迫力満点です。展示内容も時期によって変化するそうですので、もしかしたらかつて乗ったことのある車種が並んでいるかもしれません。体験コーナーでは型抜きを利用したストラップをお土産としていただくことができます。ロボットが車を組み上げていく様子を見ることができ、その技術力の高さに驚かされました。
2024年6月に開館30周年を迎えるトヨタ産業技術記念館。折しも現在の日本の自動車産業には100年に一度の大変革期が到来しているとされ、電動化、自動化、コネクティッドなどのケースと称される革命的なテクノロジーの進化がその引き金になりました。トヨタ自動車を創業した豊田喜一郎氏の生誕100年にあたる1994年6月に開館した当館は、その歴史を広く伝えるとともに原点を尊重しつつ、これからも新しいミッションに挑戦していくとのことです。それは技術の変革と産業の発展が未来を築くことを完全体で表現し、ものづくりの歴史から未来を展望する学びの館として、持続可能な社会づくりへの貢献を目指すということに他なりません。そうした壮大なミッションのもと、トヨタグループ発祥の地で博物館を構えるトヨタ産業技術記念館、皆様もぜひ足を運んでみてください。とても楽しく、時間を忘れて技術進化の過程を目にすることができます。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いいたします。